ジェニファー・グレイはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の女優、ダンサーである。父親は舞台俳優で1972年の映画キャバレーでアカデミー助演団優勝を受賞したジョエル・グレイ。母親は元女優、元歌手のジョー・アイルダー。父方の祖父はコメディアンでミュージシャンのミッキー・カッツ。19歳の時にドクター・ペッパーの広告でデビュー。その後、 小さな役を経て、1986年公開のフェリスはある朝突然に、で、主人公の妹を演じ、広く知られるようになる。その翌年、ヒロインを演じたダーティ・ダンシングが大ヒットし、彼女の代表作となった。1990年代以降は、テレビドラマなどを中心に活動している。2010年、リアリティ番組、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズに出演し、 優勝した。マッシュー・ブロデリックや、ジョニー・デップ、ジョージ・ステファノ・プロス等との交際歴がある。マッシュー・ブロデリックとは、交際時の1987年に、彼の運転する車に同乗中に事故に遭い、相手の母子二人が即死するという事件があった。ダーティ・ダンシングが、事故の数週間後に公開されヒットするが、事故のショックと罪悪感から成功を楽しめず、 その後しばらく演技から距離を置く結果になったと語っている。また、1989年に鼻の整形手術を受けたが失敗であったと語っている。2001年7月21日に俳優で映画監督のクラーク・グレックと結婚し、同年12月3日に長女ステラを出産した。ありがとうございます。